いただきものです。はい、また開封動画ありがとうなんだこれ、ハンダじゃなくてハンダ、ハンダでいいのかな、手延べそうめん、手延べ麺、岡部、はい、岡部さんの、なんかね、また綺麗に開けようとするから時間かかっちゃうんだよね。あ、そっか、うん、でもあのアメリカ人みたいにビラビリっていうのはどうしてもできない、できないんです。あれ、無理、あ、なっちゃった、やったやっぱりね、よいしょよいしょ、引き出せない、引き出せなかった、うん、はい、うん、厳重です、よいしょよいしょ、ここのやつ美味しいのに、はい、ありがとうございます。パカ、なんかね、実は毎年送っていただいているんです。ありがとうございます、美味しくいただきます。そう、毎年ね、美味しくいただいて、これね、ちゃんとおつゆも入ってるしね、うん、すごい美味しいし便利なの。はい、ありがとうございます。クロケンオープンマイクライブ出演に、3名の方駆けつけていただき、お土産をいただいてしまいました、ね、まだまだこれあの恒例にしなくていいですよ。そうそう、そうなんです。来ていただいただけで大変ありがたい、うん、しかも、うん、場所はなしだけど、うん、遠路はるばる、うん、車ですごく遠くから、高速を飛ばして来たということで、大変ありがたかったです、びっくりしました。はい、これ開ける、うん、こちらジャン君とポンちゃんのおやつです、はい、ジャン君とポンちゃん、うん、そう、これ好きなのね、お気に入りの大好きなおやつです。特にポンちゃんが大好きです、ジャン君も好きです。あら、よいしょ、お、なんかかわいい、やったー、かわいい、あ、ちょうど欲しかったやつ、ちょっとあの、ジャン君とポンちゃんにちょうどいいのかな、それとも人間が使っていいのかな、人間用っぽいね、あ、3枚入ってるからというか、これをここにっていうことかな、ね、それもかわいいよね、人間にも、人間、まあ、人間が使いたくなるやつだね。でもジャン君とポンちゃんの顔になってるよ。よし、探してくれたんだ。ねえ、めっちゃ可愛いよ。ほら、ジャン君。ほんまや。はい、ジャン君と。あ、じゃあおやつのお皿にしようっと。ほら、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、可愛いよ。よかったね、ポンちゃん。はい、ありがとうって。できてるの？申しております。よかったね、パンちゃん、かわいいね。はい、そしてライブの差し入れです。これ美味しいやつ、ねえ、ほら、はい、これ美味しいやつ、はい、これ美味しいやつ、すごいいっぱい、すごい量です。はい、今ライブの翌日の朝ですが、朝ごはんにさせていただきます、うん、はい、どうもありがとう、なんかかわいい、はい、はい、あ、ゼリー飲料、これ古いやつか、あ、まだちゃんとよく見てないけど古い、期間限定河内晩柑ゼリーって言ってるね、これを振って飲むやつだね、うんうん、はい、今起き抜けで喉乾いてるのですぐ飲む、え、冷やして飲めって書いてますけど、うん、は
はい、そしてこれはなんかね、はい、モナカ美味しそうです。タゴの月って書いてあるのかな。ちゃんとお母さんの分まで。ああ、本当だ。ありがたいです。我が家3人家族というのをちゃんと理解していただいております、ね。和菓子、富士山町、富士山町だね、うん、おお、そっか、ちょっと下が雪景色、そうそう、茶色くて雪景色、はい、なんかお土産でいただきます。お土産でもあるそうなので、うん、ありがたい。お梅、はい、梅昆布茶、いいね。だんだんあの年齢に合うようになってたね。こういうのが美味しい年齢になったね。私は昔から、うん、子供の頃から渋いものが好きだよ。小学生の頃から渋いものが好きだよ。そしてなんかものすごい立派なでっかいカルメ焼き。カルメ焼きっていうのは食べたことないかもしれないな。うん、なんか作ってるところを、いわゆる爆発してる状態だよね。なんかあのこういう、あ、ブクブクブクって入れ物に、そうそう、入れてブクブクって膨らむやつ、はいはいはい。なんか作ってるところは見たことあるんだけど、もしかして食べたことないかもしれない。そうだね、やつかも。嬉しい。あ、はい。あとは次はオーナメントいただきました。七夕じゃなくて、そうかそうか、七夕用だ。今日これ七夕用と、実は七夕の飾りをまおいママさんが、わかるかな、モールっていうの作っております。千代紙と折り紙で、はい、輪っかを作りました。はい、ここにちょうどいい、ね、幼稚園みたいなの作りましたら、ちょうどいいのが届きました。あ、でもそれはね、夏っぽいよ。だから七夕様のと夏、ね、夏のやつ。あ、これは金蝶カトリね。かわいいね、これは金魚だね。はいはいはい、はい、夏を飾る、うん、ありがとうございます。これは夏休みだね。あ、浮き袋ね、浮き袋とかスイカとか。これは帽子になるやつ、不思議な、はい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 、なんか前にももらったよ。そうだね、うん、色違い、熱中症予防ということですな、うん。あとは私の好きなガチャガチャ。はい、出た。これは後で多分、組み立てられた後、またカエルさん出ると思います。どうもありがとうございました。なんだか盛りだくさん、ライブで儲かっちゃっているクロケンでした。ありがとう。はい、あ、これ欲しかったやつ。なんで分かったの？はい、またいただき物、その何いくつ、3とか4、もう分からない、もっともっと、大変ありがとうございます。これね、ポンちゃんが扉を開けちゃうやつで、反対側のところ、反対側こうガラッと開ける、こっち側これシャカシャカシャカってやるので傷がつき始めています。買わなきゃって言ってたやつ、なんでわかったな。ね、うん、どうもありがとう。これいただきます。そしてチェブラーシカ、私が好きなやつ。チェブラーシカ来たよ。えへ、そしてニャンコ、チェブラーシカの入れ物に大好きなニャンコが、あ、さらに首輪だ。マコさん、あ、ポンちゃんとポンちゃんの首輪。これはあの袋になってるやつね。ジップになってる。首輪も。はい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 、どうちゃん似合う色を選んでくれました。お兄ちゃん用と、あ、出しましょうか。あ、これかわ、あ、これこれがね、はいはいはい、入ってたこれ。こんな感じになる。そう、こんな、うん、これを。くれるにあたり、これも可愛いから一緒にくれたんだと思います。こんな可愛いのがいっぱいあったね。どんどんうちがおしゃれになってきて、にゃんこだらけになって、可愛いにゃんこだらけになって、これは
こういうピンですね。はい。洗濯バサミ。ああ、これ多分ね、リスナーを気にしてくれたんだと思うな。ジャン君がこんな感じに。見えるかな？だいぶ広がったね。その上もあるよ。はい、ちょっと白いのでね、分かりにくいと思いますが、これを気にしていただきました。ありがとう。そう、なんかそのあれが欲しいって言ってたもんね。そのなんかちょっと可愛いやつが欲しいって言ってたもんね。お桜になるんだね。あ、出た。はい、兄弟来た。はい、行くよ。顔を開けるよ。あ、あ、クマなの？クマさん、前はさ、ほら、グレー、薄グレーで、うん、あの、コアラさんだったのが、クマさんになりました。猫の皮をかぶったクマ、うん、どういうことわざ？あ、いろんなのがあるんだね。取り合わせだね。猫かぶる。猫をかぶるだ。あ、猫をかぶる。猫かぶる。はい、こちらはおやつです。あ、おやつ、ありがとう。ありがとう。なんかいっぱいまだ入ってるよ。なんか細かくいっぱいいっぱい入ってます。これはストラップ、あ、これのストラップだ。あ、なるほど。柄が同じだなと思って、うん、あ、そっかそっか。あ、ここにつけるんじゃない。ここにつけるとこういう、はい、便利だよ。昔ね、借金取りの、そんなの、集金をするときにこういうのでね。いやだ、そんな可愛いのに来るんや。こんな可愛いのでは来なかったよね。あ、はい、ムーミンだ。はい、出た。ムーミン、光って見えないかな。ムーミンの蛍光ペンかな。光ってる、はい、これ黒いとこ、ちょっとね、黒いピントがこんな感じです。ミーがついてるよ。はい、あとスヌーピーのボールペンです。はい、何から何までありがとうございます。何から何まで可愛いものがいっぱいです、はい、どうもありがとう。